車田植えは奈良時代から続く伝統行事。北牛島の農家北村彩一さんが守り伝えています。3人の竿留めは田んぼの中央から嘘を描くように苗を植えます。これは豊作の神様が降りてくる目印です。田植え歌を歌う山岸美幸さんは90歳になります。植えた車田はほにほがさがりゃしゃれ、それさそれそれ。こういう行事が連々とですね、1000年以上続いているということを改めて感激いたしました。面白い、伝統的な、いいことですね。いい稲を取りたいということだと思います。台風も来ないで豊作になっていただきたいなと思っております。1時間ほどでおよそ2アールの車田植えが無事終わりました。